バミューダトライアングルは、フロリダ半島の先端、大西洋にあるプエルトリコ、バミューダ諸島を結んだ三角形の海域で、古くから船や飛行機が跡形もなく消える事故が多発していることで知られています。この海域では、通過中の船舶や飛行機が突如として消息を絶ち、多くの事件は原因が解明されているものの、解明されなかったケースも存在します。消息を絶つ直前には、コンパスや計器の異常などの兆候が報告されていることもあります。バミューダトライアングルで起こる事件の特徴には、荒天にもかかわらず、事故が起きる、コンパスや航行用機械が突然故障する、船や飛行機がレーダーから消えて行方不明になる、遭難した船や飛行機の残骸が見つからないなどがあります。これらの不可解な現象により、バミューダトライアングルは都市伝説の対象となっており、実際の事件を元にしたものもあれば、捏造された噂もあります。歴史的な遭難事例として、1881年のエレン・オースティン号が無人の船と遭遇し、その後、乗員が消えた事件や、1918年にサイクロプス号がバミューダトライアングルを含む海域で消息不明となり、乗員306人全員が行方不明となった事件などがあります。特に有名なのは、1945年のフライト19事件です。1945年12月5日、アメリカ海軍の雷撃機5機14名が訓練飛行に飛び立ちます。訓練飛行中、パイロットから緊急事態の無線が入り、どこにいるのかわからない、海の様子もいつもと違うなどの交信後、白い水に突入のメッセージを残し、飛行隊は忽然と姿を消しました。事件の原因は、コンパスが誤作動したこととされています。現在でも捜索を続けている人はいますが、発見の見込みはないと言われています。この事件の起こった12月5日は、バミューダトライアングルの日となっています。こうした事件は、バミューダトライアングルの謎に関する都市伝説を形成する重要な要素となっています。バミューダトライアングルの謎には多くの説がありますが、科学的な説明が可能な現象もあれば、未だに解明されていない謎も多く存在します。この地域の物語や伝説は、多くの作品を生み出す源になっています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったという方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。